チンの中に緑茶とほうじ茶を入れて、オーブンの中で真空パックにしたものにちょっと火をかけて、炙ってるんですよね。ちょっと香ばしい香りだったりもします。あとは椎茸とかハーブを使った、めっちゃ気になる。これはウォッカです。はい、あとがコーヒーラーメンです。わ、絶対。おいする。すいません。おはようございます。おはようございます。すいません。イエーイ。なんかね、混んでて。うん。久々。今から海鮮丼を食べにとりあえず三島観光して、その後にホテル向かいます。お腹すいたね。楽しみ。みんなカメラ一緒。YouTuber すぎ。マグロ道場ってとこに行きました。マジどれにしよう。美味しそうだね。生マグロやばい。お腹すいたもん。はい、お任せ丼にしました。ルナは五色丼、サラは赤身丼です。美味しそうです。私のはまさかのマグロが入ってませんでした。いただきます。美味しそう。まだダイエット中。うん、49まで落ちても48にいかん。ご飯をちょっと残してこのマグロだしをかけます。うわ、絶対うまい。うん、おいしい。ごちそうさまでした。ストロベリーフラペチーノ頼んじゃいました。はい、こちらは2人はヘルシー。ただのカフェラテ。いただきます。こちらさルナ、イエーイ。バス待ちです。バス待ち。今からバスで遠出。と5分。バス乗りました。次の長岡温泉までしばらくお時間がかかります。お近くなりましたら、もう一度ご案内いたしますので、お降りのお客様は、今からホテル向かいます。到着した。到着。ウェルカムドリンクに皆さん、ま、迷う間もなくビールです。ビール早く来ないかな。全然声治ってないから。3種類も。ピスタチオかな。ピスタチオ。塩ミルクも美味しそう。でもさ、季節のミルクも美味しそう。美味しそう。伊豆の地ビール。からの。あ、美味しい。飲みやすい。ジェラートもウェルカムでいただきました。ピスタチオとミルクとピーカン。ピーカンじゃない、トンカン。うん。うまっ。めちゃくちゃ美味しい。これミルクかな。うん、あ、いいね。いい家です。ホテルの部屋着きました。ここ玄関めっちゃ広いんだけど、こっちは何があるの。あ、ここお手洗いかな。お手洗いとシャワールームがあります。イエーイ。で、部屋の中はゆりさん、じゃじゃーん。こんな感じになってます。あくびしないよ。はい、ね、どうしてつながるか。
ウェルカムシャンパン&ビールがもうすでにあるのと、ここに冷蔵庫があるんだけど、冷蔵庫の飲み物も全部飲み放題らしい。お酒いくらでも飲めるよ。で、この外出ると最高。客室露天風呂です。すごい広いね、しかも、うん、で、寝れるとことかもあるんだ。そういい感じ。めっちゃいいね、うん、めっちゃいい。これ夜になったらマジで映えで、こちら中です。はい、中もマジ広い。なんか2階建てになってて、ね、本当におしゃれだよね。2階こちら見てないのも。そうだね、うん、2階見に行こうよ。そう、じゃあ2階行きます。はい、すごいなんかそうおしゃれな古民家みたいな。わかる、愛の里って感じ。愛の里じゃん。え、すごいすごいすごい。え、なに、いいね。こちらにベッドが3つございます。すごい。めっちゃいいね。あ、ここにすごい。よきよき。よき、全部ちゃんとコンサートバーンってやりたい。やりたいね、うん、すごい。ここクローゼットだよね。上から見るとこんな感じ。よき、すごい雰囲気って感じだ。かっこいい。はい、って感じでルームツアー終わりです。はい、ありがとう。ね、これ流す？あ、いいね。これ流しましょう。あ、ビートルズとかもあるんだ。うん。いいね。え、めっちゃいいやん。めっちゃいいね。スティーブ。最高。すごいじゃん。じわるんだけど。なんと小説とかまで置かれてる。川端康成とか置いてるし。あ、水の旅。ひなの YouTube のさ、オープニングかと思うくらいで、確かに。ひなこの旅似合いすぎる。確かに。これひなのための旅かな。で、そこを DJ してもらってる。はい、あの夜ご飯の時間まで、あの 3,4 時間寝てました今。元気になったので今からご飯食べに行きます。イエーイ。メニューは食材だけ書かれてるタイプらしいです。何が出てくるかお楽しみ。乾杯、うん、はい、お二人。ブルーベリーとモッツァレラチーズのカプレーゼ、おいしい。アユのフリットきました。うんうん、めちゃくちゃお酒だな。うん、わかる、お酒進む。これは飲みたいわ。ダルマイカのヒレ、なんか微妙じゃない。いただきます。うん、どう、トマトの酸が効いてておいしい。トウモロコシのオイルパスタとホカッチャ来た。おいしそう。風の谷のビール来ました。枝豆とメイクイン、メイクイン、めっちゃもちもちしてる、うん、あ、これ今20個くらいいける。食いすぎ。ごぼうのなんとかです。どう、お腹の調子は。全然いけます。全然食える。スイカのデザート来ました。おいしい。フィナンシェが届きました。じゃあ私だけ1個もらいます。はい、うん、いただいてください。このアイスにつけて食べよう。美味しかったね、最高。うんうん、めちゃくちゃすごいです。カバンとかに突っ込んじゃってるから。あ、美味しい。いいね。今からバーに移動してちょっと飲みます。かっこよ。ここでした。はるかっていう柑橘を使ったチェロです。で、この辺が全部ジンなんですけど、ほうじ茶のジンと緑茶のジンです。ジンの中に緑茶とほうじ茶を入れて、オーブンの中で真空パックにしたものにちょっと火をかけて、炙ってるんですよね。ちょっと香ばしい香りだったりもします。あとは椎茸とかハーブを使った、めっちゃ気になる。これはウォッカですね。
はい、あとこの辺が、コーヒーラムですは絶対、はい、そうです。あとこれが紅茶のジンですね。へー、はい、紅茶のジンとかは、これアールグレーのリキュールなんですけど、これとちょっとライムなんか絞って、なんていうんですかね、アイスティーのようなレモンティーとかアイスティーのような感じで飲むと美味しかったり、はい、あとわさびのジンですね、はい、気になる。なんかちょっとツーンとするんですけど、まあ、すっきりとソーダ割りとかで飲める感じですね。あとこれが松ぼっくりの生のバージョン、これをちょっとつけたお酒です。すごい、はい、乾杯。やばいからな、飲まない方がいい、当たり前に。うまっ、わさびめっちゃ美味しい。え、ちょっと飲みたいんだけど。え、ルナの飲んでみて。なんかめっちゃ辛いとかじゃない？なんかわさび感？うん、ちょっとわさび感。これなんだっけ？あのアールグレイのなんかティーのジンのやつ。匂いだけ嗅いで。あ、美味しい。あー、美味しいの。わさび？ほんのり。わさび確かにめっちゃ美味しい。うんうん、めっちゃ美味しい。いる一口。めっちゃ美味しいから、じゃあ一口だけ。もう今の何？無事よ。いやめっちゃ美味しいよこれ。すっごい美味しい。なんかご飯に、うん、ご飯にも合いそう、マジで。さっぱりしてるよね。ってなったらこっちもちょっと一口欲しい。え、これも美味しいからティーだから。うん、美味しいこれ。これはもう、うん、もうね、うん、ガブガブ系。職業上達みんな。買いすぎなのよ。今3人で温泉入ってます。1カメね。ちょっとみんなで一通り撮影して、今から温泉でお酒飲みながらびっくりします。ひよってたんだけど。お風呂上がりました。ってか、あの露天風呂に入って、今あのサラがシャワーしてるんですけど、私たちはビールを飲みます。そうそう、ビール本日何杯目でしょうか。マジ何杯目、2人で5、6杯目。あ、もっと違う、2本、3本、4本、5本、6本やばいって。あ、2人で飲んでも、チューハイも飲んでるからね。うん、はい、結構飲んでる。はい、乾杯。チルチル。美味しすぎ。うん、まマジでコーラみたいな感覚。てか風呂上がりのビールが一番うめえかもしれない。あ、コーラ好きだからビール好きなんだな。あ、そうかも。炭酸がいいね。うん、炭酸があれ。だってビール飲んでる時コーラ飲みたいってなんないもん。そう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 、ね、コンビニに行ったんですが、で砂肝、砂肝と生ハム、うん、マジうま、なんか幸せだわ。最高最高、平和だね、うん、マジで。うちら多分さ、寝たから元気なんだよ。いや、サラも寝たいでしょ、うん。はい、もう顔も洗って、もうあとは寝ます。ちょっともう結構酔っ払った。久しぶりにこんなのと、ってことでおやすみなさーん。朝7時半だよ。7時半だよ。いや、てかさ、めっちゃ昨日飲んだけど二日酔いないの、まずくそしてきた。ルナの撮影がてらメイクをやって着替えました。今日はピンク。あー、でもめっちゃ飲んだの、割にはそんな顔むくんでないの。昨日飲んだお酒の量、ビールがさ、めちゃくちゃあんのね。何も食べるの忘れてた。持って帰ろ。今から朝食です。お腹すいた。はい、朝ごはん来ました。めっちゃ美味しそうだし、マダイの刺身、エグ。ご飯も土鍋ご飯です。卵をのタレに溶いて、そうやって食べます。つけて、あ、そうだ、めっちゃここなんか白。うん、うん、うん、なんかさ、テレビのさ、演出とかの加工でここがうーんってなってる。効果音最悪なんだけどね。サラが卵をくれたので卵かけご飯。うわ、うまそう。うん、うま、うま、うますぎ。寒天。サ
最後にジェラートを頼みました。塩ミルクとピスタチオとピーカン。人魚がいっぱい。あ、トンボもいる。それでは帰ります。超役良かった、最高。楽しかったですね。楽しかったし、ね、めっちゃ良かったわ。良かった。今から新幹線で帰ります。はい、品川着きました。今回はありがとうございました。最高の 2日間でした。ということで、はい、今から各々家に帰ります。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。あ、そう、いっとこひろも。ルナのチャンネルでは Vlog とメイク動画で、サラのチャンネルでも Vlog が上がるので、みんな見てください。バイバーイ。じゃあねー。